ダンジョン飯第13話、レッドドラゴン3、良薬。炎竜3、良薬。毎回読めねえんだよ、だからわかんないけど。生き返ったね。生き返った。びっくりしちゃった。まあでもなんか、いろいろあるっぽいね。で、最後になんか、やばそうなやつ出てきたけど、どうなるんだろうって感じ。じゃあ早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。Twitter もやっておりますのでフォローお待ちしております。よろしくお願いします。ツークールだもんね。よし。はい。それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。どうなるんだろうな。でも本編開始。ドラゴンボンレス食べたい。目が怖いな。分かってんな、なんか見えてんな。こいつや。なんか違うやつの魂入った？もしかして。どうした？
いた？いたっけ？こいつ来たっけ？あー、こいつか！出てきたの？時代が追いついたんか？やばそう。おい、竜作ってんじゃん。ほう。へえ。でも当てないとダメよな。あ、やばい。やばい。やばい。ドラゴンボンレスハム。なんで？どこに行った？守ってない？違うのか。違うんだ。あん人たちかな。絵の中におった人たちか。竜。はぁ？はいって言っちゃった。はいって言っちゃった。リュウ、うん、うわー、やばい。折れた。え？早く。
霊だ、魂だ。何か言ったの？会長、戻った。多くの調合薬飲む？あ、飲ませんのか。
ちゃんと返るスーツ。ほう。動いてんな。このテンションでさ、パーティーは違うんよ。まあでも一旦引いてくれるだけまだいいか。引かんかったらよ、もっとやばかったもんな、多分。いや、でもあれなんかやばそうだな。もっかい、もっかい？もっかいじゃねえな。なんかもう、あ、どうなんの？竜に変わってそうな感じもあるしな。なんか良くないことが起きてる感じはする。どうすんだろうな。
ヘイヘイじゃないのよ。でもあれなんかこう、あいつだったか、マジか。やっぱりこう良くないことしか起きてない。いやでも龍って言ったもんな。どうすんだろうな。まあ考えてもしょうがねえじゃん。どうなるんだろうな。終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、フォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックぜひ。ということで、ダンジョン飯第13話、3、ようやくでした。ありがとうございました。ならに。